皆さん、こんにちは。今回は、上野東京ラインはなぜ、完成までに、長い時間がかかったのか、多分小学生でもわかるように解説していきます。では、早速見ていきましょう。上野東京ラインが開業したのは、今から7年前のことでした。正式には、東北本線の上野東京間というとのことですが、皆さん、このように思ったことはないでしょうか。おい、なんで最近になって完成したんだよ。なんでもっと前にできなかったんだよ。ウプ主のおっさんも、東京の玄関口イコール上野という地域から出てきたおっさんのため、こんな感じに思い、今回適当に調べてみました。さて、上野東京ラインの愛称がつく東北本線ですが、昔は東京駅と上野駅がつながっていたとのことです。それは、今から約100年前の大正時代のことでした。当時、国はこのように言いました。東京と上野をつなげるぞ。長年、東京駅と上野駅の間には線路がなかったのですが、ついにここにも線路が通り、京浜東北線と山手線の電車が走るようになりました。その3年後には列車線として線路が2本追加で作られました。こちらには東北方面へ向かう貨物列車を中心に列車が走っていたみたいです。戦後になると、東北方面へ行き来する長距離列車の一部が東京駅に乗り入れるようになりました。さらに、一部はそのまま静岡方面へ向かう列車もありました。ただ、普通列車について、国鉄はこのように言いました。この区間はほぼ駐車場だから、あんまり走らせられないな。上野駅と東京駅の間は、ほとんどが電流線といって、電車の駐車場みたいな感じになっていました。そのため、たくさんの電車を走らせるのには向いていなかったとのことです。そんなわけで、普通列車は上野駅発着となっていました。まあ、この辺りの時代は、ウプ主のおっさんの時間的な防空識別圏の範囲外のため、いまいちよくわからないのですが、多分こんな感じだったみたいです。その後、時代が進むと、東北新幹線を作る計画が登場しました。国鉄は、東北新幹線のルートを考えるのですが、ここで国鉄はこのように言いました。なんかスペースなくね。上野東京ライン言って都心部の区間では東北新幹線を追加で作れるスペースがないことで悩むようになりました。そのため上野駅の近くは地下化するのですが、東京駅については東海道新幹線へ乗り入れることをこの頃は考えていたため、高架方式で作られる予定となりました。というわけで、秋葉原駅付近から東京駅までは高架方式になるのですが、新幹線を追加で作れるスペースがありませんでした。ここで、国鉄はこのように言いました。大して使ってない東北本線のスペースを横取りすればいいんじゃね。あまり使われていなかった東北本線の部分を取り壊して、新幹線の線路にすると言いました。そして、神田駅付近では、実際に東北本線の線路を取り壊して、新幹線の線路に変身させました。一方、この時国鉄はこのように言いました。在来線の部分を作るぞ。東北新幹線とセットで在来線である東北本線の線路も改めて作ると言いました。そして新幹線の線路の上に追加で在来線の線路を作るアイディアが登場するのですが、ここで神田付近でトラブルが起きました。神田地区に住む人たちはこのように言いました。おい、邪魔だ。マジふざけんな。いい加減にしろ。神田地区に住む人たちはこんな感じでブチ切れました。新幹線の高架橋の上に在来線ができてしまうと、太陽の光が建物に入ってこなくなったり、電車の音でうるさくなるとして反対したとのことです。そして神田地区の人たちはこれを裁判所に訴えました。そんなわけで、在来線の部分を追加で作るのは、しばらくは無理な感じになってしまいました。その後、国鉄は JR に切り替わり、東北新幹線は未開通となっていた上野東京間が開業しました。そんな中、国はこのように言いました。山手線と京浜東北線、マジで混みすぎだろ。早く上野東京ライン作った方がよくね。山手線と京浜東北線は、ラッシュの時間帯になると、上野駅から東京駅までが超満員電車になる点について、さすがにやばいと言いました。一方、
神田地区の人たちはまだまだブチギレたままでした。ただ裁判の結果、神田地区の人たちは負け、 JR 東日本が勝ち、上野東京ラインがようやく作られる感じになってきました。そして JR 東日本はこのように言いました。うし、上野東京ラインを作るぞ。こうして上野東京ラインの工事がスタートし、それが完成したのが2015年だったというわけです。上野東京ラインのアイディアが登場した1970年代から約40年後のことでした。皆さんは上野東京ラインについてどう思いますか？なお、神田地区の上野東京ラインの線路は新幹線の線路の上にできたわけですが、これについて福主のおっさん、このように言いました。なるほど、これが上野東京ラインなんですね。以上、いろいろと作るのが大変だった上野東京ラインについての大雑把な解説でした。なお、この動画には間違った内容や作成したおっさんの意味不明な想像が含まれているかもしれませんが、この辺は許してくださいね。じゃあ、今日の授業はここまでとします。気に入った方は高評価をお願いします。また、チャンネル登録もお願いします。